神戸拾えるか。ディエゴ、ディエゴよく頑張った。パス、柳沢、松岡、柳沢残しています。キーパー榎本出てくる。柳沢接触、プレーはイエローカードが榎本に出ました。あ、そしてレッドカード、松岡ですか。松岡が2枚目。先ほどのプレーと、そして今何か言ったんですかね。君のイエローカードを松岡に提示して、松岡は退場。ここで柳沢粘って、ここですよね、はい、あ、これですね。あ、でこれで野本もイエローカード、はい、ハイボール入れてきます。水本が返します。渡辺大吾、カウンターなるか。中村敦孝、榎本が出てきている。榎本と接触、柳沢と、そして榎本2枚目。あーっと、榎本2枚目、2人目の退場者、しかもゴールキーパー。交代枠は使ってます。神戸交代枠は使い切っています。神戸ゴールキーパー榎本退場。こんなことがありましたね、以前にもね。少し外へ出てきた柳沢に収まるところを、まあ、プレイヤーのもうこれはね、本能として言ってしまうのもよくわかります。しかし状況が状況です。さあ誰がゴールマウスを守るのか。今の徳重選手、サブのキーパーの徳重選手のユニフォームを、はい、宮本選手が取りに行きましたよね。宮本ですか。あ、でも脱いでいるのは河本ですね。河本選手ですね。はい、以前は徳良選手が守ったということがありましたけれども、はい、河本選手がユニフォームを脱ぎましたんで、河本がゴールキーパーです。河本選手は今シーズン何か表情が変わったとチーム関係者が言っているほど、すごく気持ちが前に出るようになったというふうに、ね、うん、言っているんですよね。そういう部分でも自分が守ってやるというところがあるんでしょうかね。榎本、そして松岡、2人の、まあ、本当にね、後半イエローを受けた選手が2枚もらってしまってね、はい、こういう状況になってしまいました。大変なゲームになりました。関西大月1対0リードしているのは京都、まあ、神戸としたらですね、まあ、それだけ、ね、前がかりになっているということなんですよね。さあそしてセットプレーです。いやいやいや、これゴールマウスを守っているのは河本。フィールドプレイヤーがゴールマウスを守ってのセットプレー、最初のプレーでした。ゲーム前に森田が初出場、山野さんがディフェンスとしてそう簡単に難しいボールを入れさせたくないと思うもんだという話しましたが、はい、今神戸同じ心理状況ですね。ナイスキックですね。なってますね。河本がここまで出てきました。本当にね、ディフェンスラインの裏へね、はい、出てですよ、キーパーが飛び出してくるとなんかこうヒヤッとしますよね、うん、今タッチにボールが出たんで、河本は自分でスローイン入れようとしましたよね。ゴールマウス戻ることを完全に忘れてましたね。ディエゴ見てても引き分け狙いだという考えはもうはっきりしてますよね、はいはい、ですから京都がやっぱりちょっと中途半端になっているところがありますが、ディエゴ持ち出してシュート、ゴールか、持ち出して、2対0になりました。最初のシュートはよく防いだ河本ですが、そのリバウンドを押し込みました。2対0、ルトラ、ディエゴ、ここで勝利を確信したが、京都秋田監督も中村と抱きつきました。笑顔がはじけます。アディショナルタイムはまだありますが、2点目が入りました。ここは最初河本はよく止めました。でももう一つ、このもう一つが冷静でした。ディエゴ諦めなかったですね、はい、最後までボール見てましたから ねちゃんとそこは止めることも弾くことも想定していました。ディエゴ、これがディエゴの仕事ですよね。第4節以来セットプレーです。このセットプレーはまた河本が行きます。また
高本が上がります。一人黄色いユニフォーム高本、高いボール入れる、ヘディング宮本、高本追いかける、高本戻す、ボッティクロス気味に入れました。触ったのは水本、さあここでボールを持てば高本が上がっているだけ、前田さん無人のゴールだ、無人のゴールだ、渡辺大吾が3点目をゲット、3対0。さあこれはもうしょうがないですからね。そうですよね、はい、まあ、シュートで、ね、追われなかったということでも仕方ないですね、はい、神戸はね